これ口なしね。で、これがね、こうあの、お尻から潰して、こうやって。うん、で、潰して、中を割って、で、この中に入れて、で、中に種みたいなのが入ってるじゃん。ね、その種は手で割って、取れる。はいね、このフェンスでちょっとバキッで、そしたらそれを全部中に入れて、中ではこうで、殻も全部入れてしまう。これをこのまま、もう入れていいよ。で、それで葉を結んで、うん、はい、そしたらちょっと遊び場を作って、で中に入れて、で大体あの口なし1個に対して5個、うん、もう水でいい。最初は水で色をつけるね。それで、で2個入れた弦が一緒、いいよ、うん、いい。で、火にかけて、これで沸騰してから約30分なんやけど、この栗っていうのはあのボロボロになりやすい弦が、とりあえずも沸騰したら弱火で30分間ずーっと含ませて色をつける作業ね、これ。で、それでとりあえずそこまで。で、この外側ちょっと踊ってきたら、はい、極力弱火にして、一番弱火、うん、そのくらいで、踊らんぐらいで、で、30分、はい、で、あと含ませる、うん、このくらいかな、ちょうど踊るか踊らないかぐらいの、ちょっとことこと、30分経ったけん火止めて、でそれを一回冷ますから、あっちで。これ一回冷ましてやる。で、ちょっとこう冷えたら水でさらして、これはもう捨てる。もうこれはもう別に絞らんでも何でもいいけど、もうこれはもうそのまま使えんから。で、あとこの水でさらすときとかもあんまり踊らせんようにしてから、でもうなんかこれでね、さらすのも、よくさらしてあるので、だけど、だいたいこれで20分ぐらいかな、うん、15分から20分ぐらいかな、透明になるまでは、うん、
け。そう、入れていいよ。まあ、砂糖1キロ。水が一緒。で、これで蜜になる。持ってきて、で、この20分さらしたやつ。ちょっと水をこう取った状態ですね。で、これをあっちに持っていって。そしたら、これをどうするかって言ったら、手猿で全部その中にこう、ゆっくり、そうそうそう、手でゆっくり優しく、全部こう、コロコロコロって落として。これはもう捨てて、でこれは一番最初の色をつける工程と全く一緒で、また強火で、で沸騰する直前になったら火を弱めて1時間、もう湯気が出るか、もうコトコトが少しコトコトするぐらいで1時間味を染み込まして、で一晩寝かして出来上がり。あとはもうこれでじわーっとこう味を中に入れていくんやけど、もう丁寧なやり方だったらこう2回に分けて炊くし、こう地もね、あの1回で入れるんじゃなくて、こう2回か3回かもう4回ぐらいに分けてから。ただやっぱりあの火を入れすぎたらボロボロになるから、そこら辺はちょっと注意してからね。ただもうこの状態で冷ます。はい。あっちで冷ましてから。